はい、まあ、昨日もプレーシーズンやって、まあ、相手は変わりましたけど、まあ、こうケビンも試合前のミーティングでも言ったんですけど、こう相手どうこうというよりも自分たちがこう成長していくためにやることっていうのをこうしつこくこう試合前もそうですし、その前のミーティングでも言ってたので、そこを遂行することにチームとしてフォーカスしてたので、それはすごいオフェンスでもそうですし、ディフェンスでもできたんじゃないかなと思います。キビンが言ってたのは、こうディフェンスのところでどうしてもダメな部分、去年からもそうですし、昨日の試合でもそういうダメな部分が出てたので、そこは本当に口酸っぱく言ってましたし、それをいい習慣にしていかなきゃ、まあ、去年と一緒の結果になるよねっていう話もしてたので、まあ、そういうところかなと思います。まあ、個人的にこうなんか変えたというよりは、まあ、もう練習の時もそうです、常にこうアグレッシブに言っていいよっていうか、そういうこと言ってくれてたので、まあ、そこを。まあ、シュートもこう外しても全然いいから、打ち続けない方が俺はベンチに下げるっての言われてたので、まあ、そこはまあ去年と変わったわけじゃないですよ。そういうところは意識しながら、オフェンスもそうですし、ディフェンスでもこうルール守りながらやれた部分はあったんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、チームが勝つためにもそうですし、ファンの皆さんにも喜んでもらうためにやってますし、まあ、それはこう早い段階で、まあ、昨日、まあ、別になんか得点にこだわってるわけじゃないですけど、まあ、それを今日早い段階でこう、しかもチームが求めるコンセプトというか、こうプレーでできたのは良かったかなと思います。ただ自分がやることをやったり、求められてることをただひたすらやるだけかなと。まあ、そう、 B1、 相手が B1 になってこう、まあ、まだこうお互いスカウティングとかない状態ですけど、まあ、ある程度こうチームとしてどう守っていこうかっていうのは出てくると思うんで、そこは最低限守りながら自分の持ち味出せたらなと。そうです、速いペースするっていうことを掲げている中で、まあ、僕たち若手はこう走ることができるので、そこを、まあ、ベテラン選手ないわけじゃないですけど、そこをよりできるプレイヤーだと思っているので、まあ、僕もそうですし、小川選手もそうですし、そこをこう、そのベテランとの違いというところで見せれば、こうまたいいオフェンスもできているので、そこを出していけたらなと思います。そうです、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱケビンが言ってくれてたので、そこはもうなんか確率気にせず、まあ、ちょっと気にしますけど、それよりも1本入ればどんどんチームとしても勝つ確率が高くなると思うので、そこはまあ外してもちょっと食らうとか食らうんですけど、でもまあさっきも言ったように、やっぱベンチに下げられるよりは自分もやっぱ試合出たいと思ってるので、そこはやっていこうというのは思ってますね。はい、それでは以上となります。はい、ありがとうございました。